こんにちは、かいこうじです。今日はですね、 DJI Mavic 3 クラシック飛ばしていこうと思います。向こうに見える江ノ島の方までどこまで近づけるか、ちなみに江ノ島7キロあるんですけど、ここから直線距離で、まあそっちの方をこう向かいながらね、撮影していきたいと思います。じゃあ行きましょう。 5.1K50fps で飛ばしていきます。カラーは D-Log で調整していきたいと思います。でカラー調整の動画もできたら出しますんで、お楽しみにしてください。離陸。さあ行きますか。さあスポーツモードにしてゴー。風は海から陸の方に吹いている状態なんで、今波打ち際を走ってますから、あ、飛んでますから、ドローンの右から左に風を受けているような感じかなと思いますけど、まあ、若干の向かい風かな。今スポーツモードで飛ばしてますが、マビック3クラシックはね、とにかく運動性能すごいです。今ちょっと上昇しましたけど、上昇スピードが半端ないですね。今63、4キロくらいでね、進んでますけど、さあちょっと街の方も映しつつ、これは茅ヶ崎の T バーですね、ヘッドランド下向いてみましょうか。よっ、さあそんなに向かい風じゃないかなと思ったけど、60キロぐらいしか出ないんで、ちょっと向かい風かなって感じですかね。ただ行きが向かい風だと、まあちょっと安心っていうのはありますね。帰りが追い風になってくれれば、帰ってくるのは早いんで。さあさ海の方を向き直って進んでいきましょう。おお、70キロぐらい出ましたね。70キロちょっと出ました。今回のマビック3クラシック、マビック3シリーズは46分の飛行が可能というねことなんで、ただまあスポーツモードであったり風が激しい場面を想定した46分ではないので、スペック上で、スペック上のまあ飛行が、飛行分数がね飛べるかといえばちょっと難しいところではあると思うんですけど、映像伝送、プロポとの通信非常に安定しております。で今プロポとの電波はですね、電波3本ですね、5本中3本で、プロポはしっかりとドローンに向けてあげる必要がありますね。ここを向けてあげるといいみたいです。うん、順調順調。今ね、3200m 通過、はい、65キロで安定して飛んでます。今日の湘南の海はね、肉眼で見るとかなり緑なんですけど、マビック3で撮影している、まあもう沖の方なんで、色は違いますが、かなり青ですね。浜の方後でね、映していきたいと思うんですけど、浜の方は、結構緑で綺麗です。湘南の海よく汚い汚いって言われますけどね、特に夏場は行楽シーズン、人がもう砂浜埋め尽くしてますからね、そういう時期は、ゴミもたくさん浮いてて悲しい気持ちになりますんで、海にゴミはね置いていかないでほしいなという気持ちでいっぱいです。さあ、そうこう言ってる間に
結構来ましたね。4300、400、すごいな。ちょっと街の方も見ながら行きましょうか。さあどうかな。今ね5分ぐらい飛んだかな。バッテリー 66%。 いやーすごいな。最新の O3 プラスというね伝送システム強烈ですよね。ただもう電波ちょっと弱くはなってきてるかな。送信機との通信は電波3本2本を行ったり来たり。さあもう一回戻りましょう。向き直って、でもすごいな。このペースで飛ぶと残り10分飛べるよっていうのが出てますね。ただ向かい風とかそういう状況によっても変わりますから注意が必要ですね。今飛行時間がもうすぐ7分になろうかなというところですけど、まあ単純にこれ行って帰ってくるんだったら、飛ばしてる時間とでバッテリー横にある残り時間とで真ん中になってくるところで帰ってくればいいと思うじゃないですか。それは非常に危険なのでやめた方がいいと思います。っていうのはまあ先ほど言った風の影響だとかそういうのもあるけど、バッテリーギリギリまで飛ばすとバッテリー傷むんで、まあできれば 80% 残したい、 90% ぐらいでは戻ってきたいかなとは思います。と言ってる間にやばい、江ノ島届きそうだけどもうそろそろ戻ってきた方が良さそう。シーキャンドルが見えましたね。ちょっとぐーっと上がって、おー、もうこれ江ノ島到達と言っていいんじゃないでしょうか。と言ってるところで、切れました。戻りましょう。お、まだ戻っ、まだ切れてなかったけど、さあこっから戻りましょう。最短距離でゴーゴー。さあ8分飛んだところで戻ってます。何キロ出てるのかが重要ですよね。はい、68キロぐらい出てますね。大丈夫大丈夫。さあなるべく戻ってきて、なるべく戻ってきてくれ。映像伝送はちょっと切れてますね。はい、もうちょっと高度下げましょう。74キロで戻ってきてます。75キロ、帰りは、向かい風なんで、あ、帰りは追い風っぽいですね。追い風っぽい。もうここからは戻るだけですけども、今バッテリー 46%。 まだ 46% なんだ。すごいな。飛行時間がもうすぐ10分になります。さあさあさあどうかな。電波の本数今1本ですね。ずっと1本、ずっと75キロぐらいで今来てますね。なんか76キロ行きそうだけどなかなか行かない。
もう最速で戻ってきてます。戻り早い早い。おっと、信号ロストしましたね。はいはいはい、大丈夫ですよ。はい、戻りました。あー、なんか余裕で戻ってこれそうですね。よいしょ、ちょっと横に行きましょうか。横に行って行きつつ戻ってきて、いや、まあもうちょっと戻ってきた方がいいな。もうちょっと戻ってきてからか。町の方を向いて、よいしょ、下の方を向いてみましょうかね。横向きでも、まあ向き関係ないんですけど、今73、4キロ出てます。ここさあ、あと3キロぐらいですね。ディスタンス3キロ切りました。で 36%、 残り7分半ぐらい飛ばせるよ。おお、6分ちょいちょいぐらい飛ばせるっていう感じに表示されてます。ここの表示はこのバッテリーの状態、スポーツモードで加速してるか向かい風であるか、まあ、そういった条件によってこの残りの分数は目安で変わってくるんで、まあ、注意が必要ですが、残り 2000m、 よいしょ、ものすごいスピードで戻ってきてます。この辺すごく海の色綺麗ですね。こんな綺麗だったかな、茅ヶ崎の海。今日はやたらと緑ですね。さあ、もう 1000m 切ったんで戻ってきたも同然ですね。上昇して海の色を見ていただきましょう。おー、さあ、今日の湘南の海こんな色です。波が結構ねありますね。サーファーの人も結構いました。うわー、すごい。江ノ島タッチしてきて戻ってきてまだ 20% 残ってるっていうね、驚異の驚異的なバッテリー残量。さあ、ノーマルモードに戻して、戻ってきました。いやー、めちゃくちゃすごい。進むのもこう上昇するのもめちゃくちゃ早い。また、いろいろハウツーとか、まあ、使い方含めて役立つ情報を発信できればと思ってるんで、チャンネル登録して次回以降も見てください。 SNS もたまに更新してますんで、 Twitter、Instagram ぜひフォローしてください。さよなら。